はい、今日はこちら栃木県は佐野市にあります田野ラーメンの店青竹出内赤宮本店さんに来ています。とても歴史のあるお店と聞いています。どんなラーメンだか楽しみです。それでは行ってみましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お客さん、昭和29年創業とのことで古めかしいお店を想像してました。もちろんその頃から改装しているのでしょうが、綺麗で明るい店内です。卓上アイテムは醤油、酢、ラー油、一味、胡椒。中地は中華そば、ケイチンは生姜ラーメン、人気の餃子もオーダーしました。先にもちらりと話しましたが、赤宮さんは昭和29年創業です。現在の店主さんは2代目ですが、3代目さんはいるのかな。総席数26席とこじんまりしたお店で、お客さんとお店の距離が近く感じました。どちらかというと昨今の佐野ラーメン店は観光客が多いような気がしますが、赤宮さんのような老舗には地元のお客さんが多いですね。もちろんお店にとってはどちらも大切なお客様だと思います。この赤宮さんのご主人は前に紹介させていただいたラーメン予備校の講師をなさっている佐野ラーメン界のレジェンドですね。もうすぐ佐野ラーメンの真髄に出会えます。なみなみとスープが注がれた中華そばはお腹いっぱい食べてほしいという先代からのこだわりです。肩ロースのチャーシューはしっかりとした肉感です。丁寧に作られたのを感じる見事な一品。透明感の高いスープの材料は鶏ガラ、豚ガラ、香味野菜、魚介。濃い口醤油の香りが食欲をそそります。不揃いなのが青竹手打ち麺の証。もちもちでツルツルとした喉越し、昔ながらのピロピロ系。まずはスープから。思わずこれだと言いたくなるような味。麺の喉越しが優しくてスープとの相性も抜群です。70年近くも愛されたお店だと納得できる一杯です。麺の量もたっぷりとあって量的にも大満足。メンマはやや細めです。シャキシャキで美味しい。チャーシューいきます。噛み応えのあるしっかりとした食感です。これも人気の羽根付き餃子。今風の大ぶりな餃子ではなく普通サイズなのですが美味しいです。皮はパリパリで中はジューシー。ラーメンには餃子、最高の組み合わせだと思います。まだまだ幸せの時間が続きます。あ
あっさりが佐野ラーメンという感覚はその通りだと思いますが、それだけじゃない。自分の打つ青竹手打ち麺との相性を考えたそのお店独自の味なんですよね。腰の強い麺を打つ人はそれに合ったスープを。ソフトな口当たりのピロピロ麺にはその優しさに合ったスープを。ラーメンの街佐野は無数のアトラクションが集まったラーメンテーマパークなのだとつくづく思います。透明感の高いスープに沈む平打ち麺、スープと絡みながら喉に滑り込んでいきます。上から見ると麺の不揃いさが一段と分かりますよね。太いの発見、なんだか当たりを引いたようで嬉しい。佐野ラーメンのお約束、2枚目のチャーシュー。丼ぶりの中の麺が少なくなってきました。至福の時間が終わります。最高。ごちそうさま。赤嶺本店さんですね。いや美味しかったね。今日は中地さんが普通のラーメンを食べて、私が生姜ラーメンをいただきまして、はい、ラーメンの方はね、こっちはね鶏だしで、やや魚介なというかね、まあ鶏豚魚介だと思うんですけれど、まあもう基本的な佐野ラーメンのっていう感じですね。麺もピロピロ系で、で、まあ太さがもう本当に不揃いで、そこがとっても面白かったです。本当不揃いだったよね。途中俺だから食べて一本持ち上げてこういうふうにやったりしたのがあったんですけど、チャーシューはトロトロ、それからメンマが、メンマ細くてシャキシャキな感じだった。なんかだったです。で、私の生姜ラーメンの方はね、小三郎さんとかにある生姜玉なのかなと思ったら、ね、麺、スープ全体に生姜が、なんていうのかな、生姜のとろみのある生姜のスープで、そんで、ラーメンをいただけるっていう感じの、思っていたのと違うけど、すごく、美味しかった。とろみがついてましたね。そう。ね。あれ、ほんと不思議な感じ。なんかいいんじゃないかな、すごく。ほんと生姜の味がとっても強くて、ね。二人で別々に食べて、結構、だから小三郎さんの生姜ラーメンだと、普通のラーメンと生姜ラーメンで、そんなに大きい差を感じないんですよ。普通のラーメンに生姜の玉が乗っていて、ちょっとそういう味が変わっていくっていう感じだけど。いや、もう全然違う。最初から、全然違う。まずとろみもあるし、全然違うって感じで。でもそれは本当にそれは別々で、美味しかったです。美味しかったです。あとね、餃子もね、小ぶりなんですけど、今時の佐野餃子の大ぶりじゃないんですが、これもとっても美味しかったです。羽根付きでしたけども。この皮がまずしっかりしてるっていうことと、なんたらいいんだろうね。独特、いや、これはこれで美味しいなぁと思いました。昔ながらっていう感じなんでしょうね。今日は本当になんか、老舗の味を堪能したっていう感じでした。こちらもね、店の中がね、とっても綺麗でしたね。これはまあ、建て替えたんでしょうね、当然。だいぶ古いお店で来てるので。